宇宙戦争は2005年のアメリカ映画、H.G. ウェルズによる同盟 SF 小説、宇宙戦争を原作とした SF 映画である。巨大なマシンを操り、地球を攻撃する宇宙人に対して必死の抵抗を試みる人々を描く。本作は H.G. ウェルズの小説だけではなく、1938年のラジオドラマ版や1953年の映画、 宇宙戦争の要素を引用している。作中人物のオグルビーは、原作小説中の心の弱い牧師帆とタフだが、古代妄想やの砲兵との接中人物である。未知との遭遇、ET と過去に人類に、友好的な異星人との交流を扱った作品を、手掛けてきたスピルバーグが、一転して、宇宙侵略物の古典の映画化に挑んだ本作は、2001年9月11日に、起きた。 同時多発テロ事件で受けたアメリカに住む人々の衝撃、思いを反映している。映画には墜落したジャンボ旅客機、掲示板に貼られた無数の人探しの張り紙などが登場するが、映画のメイキングでスピルバーグも公言している通り、これらは9.11のテロを連想させるため、あえて描いたものである。貨物港でクレーンのオペレーターを務めるレイフェリエは離婚して、 米ンで一人暮らし、離婚した妻がボストンの実家を訪ねる間、妻に引き取られた子供たちであるロビーとレイチェルを預かったのだが、彼らと良好な関係を築けずにいた。ある日の朝方、レイは奇妙な稲妻が数十回も街の同じ場所に落ちる光景を目にする。同時に街中の電気が供給されなくなり、家電や自動車の電池もほとんど機能しなくなった。 街が不気味な雲に覆われる下、レ霊が多くの野獣馬たちと共に落雷した場所を見に行くと地割れ、地響きと共に地中から巨大な三脚歩行機械、トライポッドが出現。光線兵器で次々に人々を殺害し、街を破壊していく。なんとか逃げ延びた霊は盗んだ車でレイチェルとロビーと共に街を出た。しかし、すでにトライポッドは 世界各地に出現し、侵略を開始。人類は抵抗するもなすすべなく撃破されていき、逃げ場はなくなっていた。人々の間でパニックも広がり、霊たちが乗っていた車は群衆に奪われた。霊たちはハドソン川を渡るフェリー船に乗ることができたが、船は水中から襲ってきたトライポットに転覆させられてしまう。 辛くも対岸に泳ぎ着いた三人は、トライポッドが、今や人間を殺すだけではなく、捕え始めた光景を目にする。人類の兵器や軍隊は、侵略者に手も足も出ず、避難民の逃げる時間を稼ぐため地上からは、戦車と装甲車、不評部隊が、空からは攻撃ヘリと戦闘機が、一斉攻撃を加えたものの、全く食い止められないまま配送。 海兵隊の戦いを見届けようとしたロビーも侵略者が放った火炎攻撃の中で行方不明となる。レイとレイチェルは空き家の地下室に逃げ込み、先に避難していた救急車の運転士と一緒になる。息を潜めた3人はトライポッドから降り、地下室に入ってきて様子を伺う侵略者たちの姿を目撃する。そして侵略者が持ち込んだ赤い植物が地表に広がり始めた。 屋外の様子を伺った例は、トライポットが捉えた人間の血液を吸い取り、赤い植物に巻く光景を目撃する。外に出られない状況下で運転手は、次第に錯乱して、大声を出し始めたため、我が好みの危険を感じた例は、やむを得ず、彼を殺す羽目に陥る。その後疲労のため眠り込んだ二人は侵略者たちに、見つかり、屋外へ逃げ出すがレイチェルが捕まってしまう。 人類に対して無敵に思われたトライポットであったが、レイチェルを追って捕獲されたレイが、偶然入手した手榴弾数発を機内に入れると、その爆発で激破されて倒れ、捕まった人々は逃げ出すことができた。レイチェルは、それまで軽蔑の対象でしかなかった父親に対して目を見張る。やがて活動を停止するトライポットが発生し始めた。ボストンにたどり着いた例は、 赤い植物が枯れ、まだ動いているトライポッドがシールドを貼れなくなっていることに気づく。そのことを指摘された軍隊が対戦車ロケットや無反動砲で攻撃を仕掛けると直撃を受けたトライポッドは簡単に撃破されていく。点灯したトライポッドの登場口の扉が開くと無傷だが弱り切った宇宙人が出てきて人々の目の前で生きえた。 彼らは地球に一般に存在するバクテリアに対する耐性がなく感染して死に至ったのであった。そして、レイト・レイチェルは元妻と彼女の夫、彼女の両親、そして生還していたロビーとの再会を果たした。カッコ内は日本語吹き替えユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで屋外展示されているボーイング 747SR の残骸、全日本空域であった名残として、 機体の一部に青い塗装が見られる通常、こうした大作のアメリカ映画は制作期間が数年に及ぶが、本作は企画から公開まで1年ほどという短期間で制作されている。なぜなら、当初トム・クルーズ主演で太平洋戦争中の米兵捕虜救出劇を描いたゴースト・ソルジャーズを制作予定でいたところ、同じ題材でグレートレードが制作され、プロジェクトが中浮いた。 トムのスケジュールもあり、急遽本作が浮上したものと言われている。イルム社による複雑なデジタル合成を含むシーンを撮影前にシミュレートするプリビジュアライゼーションの方法を覚えるため、スピルバーグは、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐にアシスタントディレクターとして参加した。トライポットのおケビには、未知との遭遇の宇宙船の効果音を使用している。映画批評集積サイトの ロッテントマトズには250件以上のレビューがあり、批評価支持率は75%、観客満足度は42%となっている。平均点は10点満点中6.5点となっており、インターネット総合評価では、批評価による過重スコアが100のうち73、観客によるスコアが10のうち7.5となっている。また、映画秘宝の2005年度ベスト2、 ワースと2位の両方を獲得している。使用された機体の残骸本作が公開された2005年には、他に、デビッド・マイケル・ラット監督、ティモシー・ハインズ監督により、それぞれ本作と同じく、ウェルズの宇宙戦争を原作とし、同様に、英語現代に原作タイトルでもある、ウォーブ・ザ・ワールズというフレーズを含むアメリカ映画が公開されている。詳細は、 宇宙戦争2005年における宇宙戦争のメディア展開を参照。ありがとうございます。